皆さん、こんにちは。ステージ衣装専門店ゆうゆうモデルです。お声聞こえていますか？映像見えていますか？心の準備はよろしいでしょうか？皆様、ライブ配信にお越しいただきありがとうございます。本日のゲストはシャタさんです。そして先日10月3日土曜日にライブ配信で10月10日に島さんがゲスト出演と私と社長の方でお伝えしてしまいましたが、訂正いたします。10月10日土曜日はゲスト水木優さん、そして10月17日土曜日にサザンクロスの島豊さんでした。大変申し訳ございません。それでは今日のゲスト茶田さんに登場していただきましょう。本日のゲスト、茶田さんです。よろしくお願いします。こんにちは、茶田です。はい。何回目になるでしょうね。実は茶田さん、今日でゆうゆうライブのご出演10回目ということで、おめでとうございます。本当最多ですね。はい、ゆうゆうモデル最多ですね。はい。ね、皆様のご存知の茶田さんですが、一応、自己紹介をお願いいたします。ジーデスレコードよりボサノバで恋してでデビューいたしましたチャタです。2年目に入って頑張ろうと思っていましたが、コロナで今活動休止状態です。最近ちょこちょこと仕事が入ってきたので、人の前で歌える幸せをかみしめてます。はい、今日は素敵なチャタさんを皆様にお届けしたいと思っております。よろしくお願いいたします。あのライブ配信慣れてらっしゃると思いますが、ライブ配信今日で10回目です、はい、先日はコンサート会場から初めてのライブ配信ということで、そうでしたね、はい、いかがでしたか？あのね、やっぱり配信、ゆうゆうさんでのこの配信はもう何回も出させていただいて、はい、天の声さんも目の前にいたり社長がそばにいたりで安心だったんですけど、はい、あの時はもうね、密を避けるためにお客様は少なくなっていて、うん、カメラがどこにあるかわからなくて、うん、配信してるのは知ってたけども、その感覚が全くわからなくて、はい、逆にいつものね、ゆうゆうさんのコンサートは、うん、もう目の前までお客さんがいるので、うんうん、ちょっと寂しかったですね。逆に周りからの反響はいかがでしたか？ファンの方とか ね、ちょっとね、やっぱドレスがちょっと大きくてだから自分はこうもたもたしてたんですけど、はい、見てる方はあんまり気づかなかったみたいで、うんうん、素敵だったよって1曲目と2曲目でケープを外すのが良かったよってやっぱり言ってくださって、はい、いろんなねパフォーマンスをさせてもらえて良かったなと思ってます、うん、はい。そしてチャタさん、コメントが来ております。はい、松下さんからです。チャタさん、こんにちは。楽しみにしていました。10回目おめでとうございます。ありがとうございます。松下さん、いつも本当に優しくしてくださってありがとうございます。はい。そしてアイリンさんからです。チャタさん、こんにちは。今日も頑張ってくださいね。アイリンさん、この間ありがとうね、うん、一緒に出て楽しかったね。10月も楽しみにしてます。アイリンさんのが9回目のご出演で、今日がなんと10回目ということで、はい、皆さん、ゆうゆうモデル側で仕込んだわけじゃないですよ。でも社長がね、よくいつも私に言ってくれる言葉がね、うん、歌手だったら MC もちゃんとできなきゃいけない、喋、うん、ることもちゃんとできなきゃいけない、だから応援してるからでなって言ってくれる社長の優しさで甘えて10回も出させていただいてます。はい。
そして水木はるかさんからです。チャタさん、先日のステージ素敵でした。今日も頑張ってください、ハート。そして指は治りましたか、お大事になさってください、ちょっとバネ指になってしまったんで、うん、動きが悪いんですけど、はい、はるかさん見に行きますからね今度ね。ねえ、でも怪我なさった時もライブ配信に出ていただいてライブ配信で焦って転んで。そうですね、そんな可愛いチャタさんですが、最近はいかがお過ごしですか？そうですね、最近はちょっとね、知り合いの店が東所沢の方でグランドオープンしたので、はい、そこで2日間1時間1時間ステージやらせてもらって、うんうん、はい、衣装も変えさせてもらったりで、ゆうゆうさんの衣装3着4着来ましたね。ありがとうございます。すごく皆さんから評判良かったですよ。あ、嬉しいです。すごく嬉しかったのが、うん、ピンクの前にゆうゆうの歌謡祭で着たドレスだったんですけど、はい、それをこう手を挙げた時にちょうどシャンデリアがあって、はい、光が、うん、妖精みたいって書いてあって、でこんな私が妖精みたいだなんてね、もう気の毒な方がいらっしゃってフェイスブックに書いてくださって感謝してます、はい、そしてちえさんからコメント来ております。こんにちは、頑張ってくださいと。ありがとうちえさん、はい、また遊ぼうね。質問コーナーに参りたいと思います。はい、はいはい、じゃじゃん、じゃじゃん。先ほども今おっしゃっていた先日のレセプションパーティーでゲスト出演されておりましたが、はい、ゆうゆうモデルのドレスを何着もお着替えされてという、 そうですね、そういったパフォーマンス的なことは2日間にわたってされたんですか？そうです。すごいですね。1時間で、うん、土曜日の日に1時間、うんうん、その時は先輩の桑山聡さんも来てくれたんで、うん、衣装替えができたんです。だから最初のゆうゆうさんの最初に出た時の白のボサノバはこの曲でこのドレスで行こうって決めた白いドレスを着て、うん、で奥山さんが歌ってる間にチェンジして、うん、その後に出たピンクの妖精だって言われたドレスを着て、はい、あら。で2日目は、はい、そのお店がちょっと桜のイメージがあったんで、桜には菜の花だろうと思って、うん、ここで買ったやっぱり黄色のストールのついたドレスを着させていただいて、うん、であとはね、終わった後に、はい、ライブ終わりました、さよならっていうわけにはいかないので、うん、ご祝儀をくれた方とかそういう方にご挨拶に回るときは、うん、ここでやっぱり紫色、はい、のちょっと可愛い普段でも着れるような、はい、ちょっとしたときに着れるような結婚式とかね、お呼ばれしたときに着ていけるようなドレスで、お客さんのところで接客させてもらいましたね。ドレスも素敵ですが、はい、なんかやっぱ振り付けもね、チャタさんといえば歌いながらちょっと振り付けされるイメージですけども、ね、さっき三原綱木さんが衣装を求めになりに来ててびっくりしちゃったんですけど、そうなんです、皆様ね、リスナーさん分かってないと思いますけども、先ほど2時頃に杉真理さんと綱木さんが一緒にいらっしゃって、私はお衣装を選ばれたんですが、私はいつも、はい、自分のね、うん、ステージの時はやっぱりまず自分を印象付けるためには踊りながら歌うんですね、うん、その時にブルーシャトーを歌わせてもらってるんです、はい、だからブルーシャトーを歌わせてもらってる、そのブルーシャトーの方がいらっしゃったんでもうドキドキでした。そうですよね。そしてコメントがたくさん来ております。中山さんからです。チャタさん、こんにちは。お久しぶりです。久しぶりです。そして、島林さんからです。あら、じゃんじゃんと一緒に多分。あ、お家に帰ってこれたのかな。ねえ。そして、金沢さんからです。今、休み時間中です。チャタさん、綺麗だよ。ありがとう、まーちゃん。学校、勉強頑張ってね。もうすぐ試験だからね。そして、転ばないように、ハートと。ハート。もう二度と転びたくないわ。皆さんね、ご存知の通り、チャタさん、ちょこっとおちょこちょいの部分がありますのでね。そうですね。そして、川上さんからです。お疲れ様です。今、会社から見てます。と。ありがとうございます。
嬉しいです ね、 ね、会社から仕事、うん、仕事サボらないでねあのドレス計4着先ほどの、ね、レセプションパーティーに、はい、あの着替えられてご出演されてましたが、はい、やっぱ着替えるのとか大変ですか？でもドレスだから、うん、楽ですか？お着だけあシュッとちょっと上げればいけるかな。お願いしますって言ってすいませんって言ってでもすごいですね。そうやっていろいろ曲に合わせてやっぱ考えられるんですか？やっぱりね、あのお祝いの席だったので、うん、やっぱり華やかにとかそのお店の雰囲気を前に見させてもらって、うんね、暗いお店だったらね、ちょっと色っぽいスパンコールがついたの着ようかなと思ったんですけど、うん、すっごい明るいお店で、本当にこんな風に明るいお店で、うん、珍しいです ね、 ねカラオケのお店で明るいのは。もう夜12時までしか営業できないお店らしいんで、ですごく明るくやってたんで、じゃあねって桜がすぐそばに桜タウンってあるんで、はい、桜がちょっとモチーフにお店にあったんで、そのイメージで衣装を選ばせてもらいました。はい。そしてコメントが来ております。島林さんからです。はい、急いでスピード出しすぎで帰ってきました、ピースと。おー、あー、事故らなくてよかった、もう気をつけて ね、 ね。そして川上さんからです。もう仕事終わって別のところで見てますと。あ、じゃあゆっくり見てください。そして中山さんからです。チャタさん、手の怪我はもう大丈夫ですが気をつけてくださいね皆さん本当ね、でもね、こっちはちょっと右がやっぱりね、折ったところはね、うん、くっつきが 悪いのかな、バネ指になってしまって、うん、マイク持つのちょっとしんどいんですけど、でもなんとか頑張って、歌う方が好きなので、うん、頑張ってマイク持ってやってます。そして松下さんからです。ボサノバで恋して毎日 CD 聴いて練習してます。なかなかチャタさんのようには歌えません、でもすごくいい歌で大好きです。ありがとうございます、ね、色っぽさが出ている CD なので、ね、ま、松下さん東京来た時はね、一緒にカラオケやろうねでは続いての質問に参ります、はい、じゃじゃん、あの今日のコーディネートのポイントをもしよければ教えていただけますか？ね、いつも言ってる通り、ゆゆさんはここが白なので、はい、目立つように。でも素敵でしょこれねえ、ゆゆさんの皆さんにはまだあのお見せしてませんが、マスクも同じようなお色で、あ、マスクたまたまね、あの、されていて、赤持ってたんで赤にしたんですけども、うん、これもゆゆさんので、あの移動着が欲しくて、おね、あの夏のちょっとしたものは買ったんですけど、うんうん、これからちょっと涼しくなってきてね、あのジーパンとトレーナーで お店に行くわけにはいかないので、うん、だから探したらこの間ね、ちょっといいのが見つかったんで、これはゆゆさんの、まあ、顔は切れてしまうかもしれませんけど、あ、こういう感じですっごい色違いありますよ。秋らしいお色でね、本当にお似合いなんですよね。すごくこれ便利なんですよ。だから色違いが、あと緑と黒となんかそうですね、色ありましたね。そのお色がやっぱ一番なんか人気でしたね。チャタと色違いが良ければ、ぜひゆゆさんに来ていただければはい、お値段は C です。そしてあのね、何着もドレスをお持ちのチャタさんですが、はい、前も聞いたと思いますが、今一番お気に入りのドレスはどれになりますか？どれですかね、みんな気に入ってるんですよね。まあ一応今度着るドレスですかね。あないしょ、ね、では続いての質問コーナーに参ります。じゃじゃん、いつもおしゃれなチャタさん、いろいろなステージに合わせて選ばれてると思いますが、どういったことを基準に選ばれてますか？ね、さっきも話した通り、うん、そのお店だったらお店をちょっと見せてもらって、ね、そういうね、レセプションとかパーティーとか、そういう時はその会場にあったような、うん、でまたなおかつ自分が歌う歌にあったような、その時も歌の選曲もそこに、ね、合わせて
衣装もそこに合わせて。だから、ね、お外で明るい歌を歌うときは、明るい。あんまりギラギラしないやつで。やっぱりステージの広さとか、その、あ、もうあります。その広さに合わせてもあるんですか？その時はもう、ゆゆさんで求めた、こう、ダーッとしたものを着たりとかはします。皆様、ね、多分チャタさんの投稿を見ていただけると分かると思いますが、本当にすごいんですよね。1日目と2日目ドレスを分けて着てパフォーマンスされる歌手の方ってあんまりやっぱりいらっしゃらなくて、ちょっと普段着っぽいので歌う方もいれば、でもやっぱり、ね、これはトレードマークですってずっと同じドレスの方もいるので、そうお祝いの席だったし、うん、でやっぱりこんなこと言っていいのかな、ぶっちゃけで、はい、ギャラですよね大丈夫ですか、生放送ですか生放送で言っちゃうけど、CD60 枚も買い取ってくださって、で皆さんに来たお客様にみんなにこう配ってくださったんで、うん、やっぱりね60枚ってですごいですね、単純計算すごいことだし、だからこちらからもペンライトをプレゼントしたりもしましたけど、バルーン出したりとかもしましたけど、うん、でもやっぱりそのお店の開店でお祝いに来てくれてる方だから、うん、やっぱり黒とかは着たくなかったしそうですよ ね、やっぱり明るく、うん、笑顔で、うん、で踊りながら、うんうん、盛り上げてって、それが私の仕事だと思っているので、はい、ね、また10月11月とチャタさんのステージを皆様にお届けできると思いますが、はい、そういった意味でもお衣装とかも含めてチャタさんをお楽しみいただければと思います。そして松下さんからコメント来ております。チャタさんにお会いできる日を楽しみにしております、ね、カラオケもよろしくお願いします。楽しみですね、松下さん、東京に来た時にはぜひゆゆに寄ってくれればちょっと駆けつけますよ。そうですね、ゆゆモデルで待ち合わせみたいになってますけどそうですねその後に生ためさんのね、お店にね、お店に行ってねためちゃんとね歌っていただければと思います。じゃあ続いての質問に参ります。じゃじゃん、9月3日木曜日にご出演された第1回ゆゆライブコンサートの映像を先日 YouTube にアップいたしました。はい、反響とか何かありましたら教えてください。私まだね言ってないんですよ、なんかどうしてもねあの時のちょっと恥ずかしくてそう歌詞はちょっと飛んじゃったりとか、あそこ大丈夫です、ちゃんとカットしてあるので大丈夫です。そうなんかねでもなんか、はい、ふって人が通ってるんですよね一箇所。 あれちょっと配信スタッフのミスですね、すいません。で最初ね誰かがね、だから霊が映ってるよって言われたので、黒くなってる人がなんかふーって黒い影が通った、だからね誰か私つけちゃったかなと思ってで天の声さんに聞いたら配信スタッフがちょっとミスしたって、ボタンをねちょっとちょっと押し間違えちゃったそうで、だから安心したんですけど、はい、まあね、前回前々回、うん、でこの間のと3つちょっと乗ってるんで、よかったら見比べてみてください。はい、ね、映像自体がやっぱり綺麗になってるのでドレスとかは細かい部分まで見えるかなと思います、ね、はい、と今回のドレス素敵だったでしょ、ね、素敵でしたね。でまた10月、29日木曜日、はい、こちらは無料でライブ配信の方を皆様にお届けいたしますので、ツイキャスで見れなかった方のために、はい、無料でドレスは着ようと思ってます。 ありがとうございます。せっかくあれはねすごく素敵なドレスなので、うん、あれはちょっと10月あ今月の29日、うん、無料配信のライブでは着させていただこうと思ってます。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。では続いての質問に参ります、はい、じゃじゃん、今ちょっと私もちらっとおしゃべりしてしまいましたが、10月の29日木曜日こちら吉祥寺のライブハウスからライブ配信いたします、
そして11月の26日木曜日、こちらは先日と同じ練馬文化センターショーホールからのライブ配信、ね、2カ所ご出演されるとお伺いしました。はい、ちょっともう10月29日だともう日にちがないですね。24日後ですけども、どうですか、ちょっとイメージというか。そう、一応ね、曲は考えてはあるんですね。はい、だけどその MC っていうのは、MC、もう天の声さんの助けも必要だし、ね、社長がこうやってね、たくさん喋る場を作ってくださっているので、うん、なんとか頑張って MC やっていきたいと思います。ね、まだ無料の配信の場所、どこから配信しようかっていうのが、はい、あ、どこからじゃないですね、どこへ配信しようかはちょっと今相談中なんですけども、無料で皆様にお届けできるので、ぜひ歌が好きな方、そして茶田さんのファンの方、もしくはね、歌仲間の歌手の方々もぜひぜひ見ていただいて、どうですか、結構皆様のね、他の方のステージをこうじっくり見ると意外と勉強になったりとか。そうですよね、しますよね。だから9月3日の時も私は5時からの分に出たんですけど、はい、やっぱり気になるじゃないですか、時はもう初めてだからステージの作りも気になるし、だから昼間のチケットを、社長に取り替えてって言って昼間見させていただいたんですけど、はい、びっくりしましたね、見た時に。どうでした？華やかで。あ、で、今まで、ね、本当にプロジェクトでバーンっていうのが、すごく素敵だったんだけど、うん、また今度は全然違ったテレビみたいな感じで、なんかよく BS 日本の歌NHK の歌謡ショーみたいな、ね、あんな感じのねステージでなんか良かったですよね。うん、で、私ここで歌うのと思いながら、はい、ちょっとドキドキしましたね。ね、なかなかちょっと吉祥寺の方はライブハウスなので箱的にも小さい場になりますが、なるべく皆様MC もそうですけども、1曲2曲だけじゃちょっとつまらなかったりするので、ね、1人の歌手の方にだいたい5分最初出ていただいて、その後に20分間皆様、3、4曲歌えちゃうんじゃないですか、 MC 入れても。茶田さんのオンステージという形でお届けしようと思っておりますので、皆さん見てくださいね。本当、はい、茶田の Facebook の友達も、うん、結構たくさんいるので、あと普通にライブ配信見方わかんない方いましたら、お気軽に茶田さんなりゆうゆうモデルなり、はい、でも29日は普通に見れるんでしょ。無料なのでまだちょっとどこで流すかわからないですけども、無料で皆様に簡単にお届けできるようにしたいと思っております。でも有料テレビからは絶対出ますよね。そうです ね多分 YouTube が一番今候補の中で上の方にあるかなと思っております。そして11月26日練馬文化センター、こちらも夜の部にご出演ですが、はい、どうですか、ちょっとまたその時の衣装は、さっきはねポロッとね、9月3日の衣装を着ますって言いましたけども、まあ他にも着ますけど、はい、衣装変えるようにと言われてるので、10月29日は衣装替えをしますけども、うん、11月は衣装は楽しみにしてください。ツイキャス買った方だけ見れます。そうですね、もしくは会場に会場にいらしてくださった方だけが見れます。はい、ライブ配信ではあんまり映らなかったと思うんですが、はい、9月3日の時、はい、いらっしゃっていただいた方、会場でご覧になった方は、光るうちわをゆうゆうモデルから皆様にお配りしたんですけど、どうでしたか？ステージからの景色、私見てないので、ちょっと歌手の方しか知らない景色なんですが。前列はやっぱり座らないようになってたじゃないですか。はい、だから遠くの方に私が目が悪いんで、はい、お星様がこう、キラキラしてるような。綺麗でしたよ。ね、ちょっと見てみたかったです私も。
では、あ、コメントが来ております。中西さんからです。チャタさん、こんにちは。仕事中でして、長くお付き合いできませんが、頑張ってください。と。中西さん。ポーズ。はい。男性の方。中西としこさんですね。あ、女性の方。はい。よろしくお願いします。嬉しいですね、こういうコメント。はい、平日なのでね、ちょっとお仕事の方が結構いらっしゃると思いますが。そうですね。本当お仕事に支障のない程度に見てください。はい、それではチャタさん、今後のご予定や PR などございましたらお願いします。今後の予定は、はい、とりあえず今月の29日全力投球で頑張りたいと思います。あとはその後に残る、その後はまた11月26日練馬文化センター、そこに向けて頑張るのみですね。はい。あ、そして今の中西さんからです。としくん関係ですと。あ、どうも。Facebook つながりですかね。はい、そうですね。はい。それでは、今日ご紹介していただける曲の紹介をお願いします。去年の2月8日、ジーゼスレコードより発売いたしました。ボサノバで恋して聴いてください。どうぞ。突然降りてきた雨、裏切った自由を見せ合う歌に、見知らぬ人が偽りを生んでた。なぜか気が合い、なぜか追わない惹かれ、ありがとうございます、はい、いつもね、色っぽさが毎回聞くと、あ、やっぱチャタさん色っぽいなと私は思うんですが、普段の私は全然、何かこう歌う時のコツとかあるんですか？別にないんですけど普段の私はこんなあっけらかんとした何も気取らない人間なので、まあ歌の世界で多分この女性になりきってるのかなって感じかな。はい、ね、とっても素敵な曲をお届けいたしました。ゆうゆうライブ後半の雑談コーナーいつもございます。チャタさんもご一緒に参加していただけますか？もちろんです。はい、ありがとうございます。それでは一旦 CM です。どうぞ。
行場所を捨てて心の旅花よ星よ何をも鳥よ虫よ楽しいかどうして生きるのか考えたことあるか人は生まれ人は愛しそれでおさらばけせらせら孤独に咲いたジプシーチェリーそれでもやっぱり人生よ楽しんで今日も生きている今でも心は熱いままたった一つ信じられる愛があればいい人生は人生は時に素晴らしい時に歌謡祭おめでとうございます。まあ随分出させてもらってますけども、これからもねコロナに負けないで一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。福本勝さん、はい、コメントが来ております。 ありがとうございます。松下ひろみさんからです。はい、福本勝さん元気をいただきました。応援しております。 ありがとうございます。嬉しいですね。はい、
皆さん大変お待たせいたしました。こちら11月26日のゆうゆうライブコンサートの詳細は雑談コーナーの中でもお知らせいたします。改めましてゲリラのライブ配信にお越しいただきありがとうございます。今日も引き続きゲストの方とご一緒に雑談コーナーをお送りしていきます。本日のゲストはチャタさんです。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。いつもお世話になっております。10回目に乾杯。10回目ですね。はい、早いですね。最初はね、出ちゃいけない時でしたからね。そうですね、電話だけでしたもんね。電話で始めました、うん、電話でやって、あとテレビ電話、はい、で やっと出れるようになって、ちょこちょことだけどね、それが配信になったり、そうですね、はい、ね、YouTube の方もね、ね、コンサートもすごいですね。で、あの皆さんはそれあると、はい、チャタさんの曲で歌詞を書けると、あの応援に一緒に一回も歌って、あとね、いろいろ、ね、社長にも相談乗ってもらったりね、店長にも何かあると衣装の相談乗ってもらったりとか、ね、天の声さんにもいろいろわからないことがあると教えていただいたりとかで、やっぱだからゆうゆうさんに来ればなんか助けてくれるっていうのがあるので、私はすぐここに頼ってしまっているところもあるので感謝してます。あ、いえいえ、本当によくね来ていただいて、やっぱりいろんな形でね、あの私どもあのいろんなイベントやってるので、歌手の方のからの意見をねやっぱり聞きたいですね。どうしてもあの私なんか歌手じゃないので、歌手の立場ってやっぱりわからないじゃないですか。そういう面でいくと、あの舞台で歌う、また歌手の方にの応援に来てくれてる皆さんからいろんな意見を聞いてると思うんですね。とそういう意見をまた私どもに伝えてもらってると、そういう意味ではああいうお互い様的なねところがあって、お互いがやっぱりいい舞台を作ろうということで、まあいろいろやってるわけですよね。はい、私はある人言われたんですけど、あなたはキャンペーン歌手になりたいんですか、スナックを回り歩いてずっとあのキャンペーン歌手になりたいんですか、それともステージ歌手になりたいんですかって聞かれたんですよ。はい、その時にゆうゆうさんで出ませんかって声をかけていただいた時に、ステージ、やっぱりステージ歌手になりたいですよ、みんな。そうですよね、はい、それにはどうしたらいいかって、まあもちろんキャンペーンも必要です、だからキャンペーンではこういう格好をして、でもステージではもっとね、ゆうゆうさんで、まあ、店長とかに相談したりして、今回はこういうちょっと華やかこういう色味でとかね、お直ししてもらったりとかして、やっぱ見栄えのするものを豪華に見せたり、やっぱりステージ歌手になるためには、社長が言うようにトークができなきゃダメ、 何ができなきゃダメっていう、そういうのを勉強させてもらえる場所だと私は思っているので、本当感謝してます。はい、ありがたいですね。はい、で特にね、僕あのチャタさんとの付き合いはまだ1年2年デビューしてからですから、2年目ですね。2年目ですよね、はい、それで何回もあのほとんどうちでイベントやってる、時に出ていただいてて、いろいろいつもね感じることが一つあるんですね。やっぱ一つあの舞台でいかに綺麗に見せたいか、綺麗に見せるかっていうことで衣装にまずこだわってます。それともう一つあの
踊りをやったりとか、そういう振りですね、そういう研究をものすごくしてるなっていうのは感じてるんですね。それはあの他の歌手の方もいろいろやってるんですけども、それ以上にあの感じているんですけど、その辺はね非常に素晴らしいなって思ってます。はい、というかあの歌をね、コンサートってそのステージ歌手になりたいかって聞かれた時に、ステージって誰も聞きに行くんじゃないじゃないですか。はい、そうですね。見に行くじゃないですか。はい、だから聞くんだったら CD 聞けばいいし、はい、ステージに来るってことは見に来てくださる、はい、見せなきゃいけないっていうのがすごくあるんで、でとりあえずダンスはねちょっと社交ダンスをやっていたので簡単な踊りはしますけど、今一番私がもがいてるのは社長がよく言ってくれてる MC、はい、しゃべりをちゃんとできるようになりなさいっていう、はい、そこだけなんですね。だからそこをちょっと克服してもっともっとね、ゆうゆうステージさん、ゆうゆうのステージさん、ステージでもあの発揮できるように頑張っていきたいと思っています。はい、ぜひよろしくお願いします。そこでですね、どうしてもうちの舞台ですと、2コーラスが、2曲とか、そういう時間に制限があるんですね。でそしてあと先ほどおっしゃってくれてる MC もあまり時間的に長くできないと、であの今回ね、10月の、29日に吉祥寺のライブハウスでやる時に、時間をたっぷりしてチャタさんの魅力をどんどん引き出したいなっていうか、考えてるんですね。それともう一つ、9月3日の日にライブ配信をやった時に、通常の舞台だけじゃなくてライブ配信用の、イメージを作ったね舞台を作りたいなっていうことで、かなりいい映像を撮りました。それを今度ねまたライブ配信やるときにやりたいので、またちょっと普段の舞台とまた違うんですね。普段の舞台は舞台で一つあるんですけども、それをテレビ、地上波でテレビで歌う、そういう歌詞の場面を作りたいなということで、今回考えてやりました。それをまたもっと高度にして11月26日にやろうと思ってます。でその前段階として、練習っていうかねリハーサル的なことも含めて10月の29日に、ライブハウスで、20分またあと5分、25分間の一つの茶田さんのショーを見ていただきたいなっていうふうに思ってます。はい、3人出るんですよね。そうですね、午前の部が3人で、茶田さんは午後の部で出ます。3人出ますので、6人の歌手の方をじっくり、見ていただきたいな。でそこにはちょっとしたね、普段見れない違うやり方をちょっとやっていきたいなと思ってますので、ぜひ見て、こういうことあったなっていうことが分かれば、非常にありがたいなと思います。でもトークがね、トークもそうですしね、はい、プレッシャーですよね。プレッシャー、プレッシャーですよ。全然プレッシャー感じないんだけど、いつも天の声さんに助けていただいてそれに受け答えしているので。私何もしてませんよ。そしてコメントが来ておりますので、ミーミーさんからです。チャタさん、はい、遅くなりましたと。ミーミーさん頑張ってね。そして松下さんからです。チャタさんいつもおしゃれでネイルも素敵ですね。今日のマスクもすごく可愛いです。ありがとうございます。次回のお衣装ドレスも楽しみです。ずっと応援していますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、松下さんなんかはね、SNS このライブ配信で、そうなんですよ、仲良く、もともと匠亮さんのね、ファンですもんね。そうですよね。でもね、みんなのことを応援してくださって、ゆうゆうに出る方みんな応援してくれて、そうですね。そして今ちょっと私ざっとですが、はい、10月29日木曜日の
ご予定の方をお作りしたのですが、ちょっとお見せしても大丈夫ですか？お願いします。画面の方いいですか？はい、大丈夫です。ちょっと素敵なチャタさんの顔が見えなくなっちゃいますが、どうぞ。こちら、ゆうゆうライブミニコンサート in 吉祥寺です。2020年10月29日木曜日午前の部、ご出演される歌手の方はアイリンさん、そして泉よしのりさん、松浦明人さんです。そして午後の部は林代美沙さん、そして今日ゲストの茶田さん、そして千恵さんです。こちら会場のチケットは午前の部、午後の部各5,000円、そしてお家でコンサート、こちらはライブ配信ですね、無料となっております。お得ですよ、無料だもの、はい、ただより怖いものはない。で、茶田さん、茶田さんご出演されるこちら午後の部ですが、そう、13時からはい、1時からということで、はい、はい、でも午前のは男性が2人もいるんですねそうなんですよね、泉さんと明人さん、はい、こちらは3人娘かな、元娘かな、今娘ですはい、ね、ね、ちょっとあの結構間近になって決まった感じになるのですが、なるべくゆうゆうモデル側でもご出演者の方をPR できるように SNS で頑張りますので、茶田さんの応援皆様よろしくお願いいたします。見に来られる方は茶田もチケット持ってますんで、はい、よろしくお願いします。はい、あとは社長何か、はい、見に来られる方、まあ、5000円って値段なんですけども、実はライブハウスなので20名ぐらいしか見る方の呼べないんですね。ですから歌手の方に本当に数枚ずつお渡しをしているっていう感じなので、見に来られる方っていうのは特別な形になると思います。また舞台と違ってライブハウスなので、リハもちょっとその場でやりますから、リハももしかしたら見れると思います。ですから茶田さんが、どんな感じでリハしてるかということをまた身近に見れるかなって思いますので、普段と違う、また舞台で見る茶田さんと違う茶田さんが見れるんじゃないかなって思ってます。まあ、普段の茶田と違う中途半端な茶田が見れます、はい、中途半端ですね、はいはい、本番と普段とその間の中間の中途半端なチャタが見れますだからチャタは6枚だけ、ね、違う楽しみ方ができるんじゃないかなと思って、そういうことも考えております。 6人ですか？私そうですね、1人歌手の方6人、3人で3個18人しか見ることはできませんので、はい、早い者勝ちですので、チャタの Facebook に連絡ください、メッセンジャーに連絡ください。ライブハウスは吉祥寺の駅から、徒歩で2分以内です。シャッフルって、はい、3分です。2分って書いてあったけど2分で、はいはい、北口から2分でシャッフルってお店、はい、地下のライブハウス、ね、そうですね、はい、え、これ、あ、じゃじゃん、これは11月の26日におまけについてくる応援グッズです。こうやってやって声出して応援がまだまだ多分できないと思いますので、マスクをしながら応援していただくので、こういうので振って応援をしていただければなと思います。マスクしてたら声出していいんですか？いや、声もなるべく出さないように、ですから拍手かこういうので、まあ、応援する。これね、本当にステージの上からだとお星様が あるみたいにすごく綺麗なんですよ。だから皆さん、これ会場に来ておまけでついてるのでおまけです、はい、振ってください、はい、全然ね、で、ただに元気をください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。9月3日は茶田さん、楽屋の方もゆうゆうモデル側はちょっとゆったりめにさせていただいたのですが、はい、いかがでしたか？もうね、9月3日の時の
楽屋ですよね、あれはあの早い時にハニーセックスさんが入ってた部屋で、すごく広い部屋でそうですね、はい、布団が4つぐらい引けそうな部屋で、もう泊まりたいなというすごくゆったり過ごさせていただきました。やっぱりね、だからそういった面も不安な歌手の方もいらっしゃると思うんですが、旧友モデル、そういったのも社長がなぜかこう、そうすごくねあの気を使っていただいて、特に、ね、やはり、ね、こういう時期にやっぱりイベントをやるっていうのは、あの皆さんね、いろいろあのコロナのことでいろいろ心配されると思うんですね。ですから最大限それに対しては対応したいなっていうことで、やりました。で、次回もそういうふうに対応したいなと思っております。はい、じゃあそろそろあれかな、はい、ゆうゆうモデルからの前にコメントが来ておりますので、松下さんからです。チャタさんのこと大好きですよ。大ファンです。29日も11月26日も楽しみにしていますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの、ツイキャスのチケット購入方法わからない方いらっしゃいましたら、遠慮なくゆうゆうモデルまでお電話いただけますと私がご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは、ゆうゆうモデルでの、コロナ対策をご一緒に皆様にご案内したいと思います。ゆうゆうモデルでは来店時、こちら手指消毒を必ず皆様にお願いしております。はい。そして基本的にはマスクの着用をお願いしております。かわいいマスクですね。やっぱコーディネートを意識されるんですか？ね、これはね、たまたまこの色見つけたので、うん、だいたい口紅がついてしまうんですよ。ああ。すぐ洗わなきゃいけない。でもこの色だったらちょっと口紅落ちなくても目立たないかな。うん、ね、可愛いですね。はい、マスクの着用をお願いしております。そして来店時の検温ですね。こちらおでこでピッと測れるタイプとなっております。こちらの3点は10月29日も、そして11月26日も皆様にご協力していただき、会場内に入っていただく形となります。ご協力お願いいたします。そしてゆうゆうモデルの店舗内での対策です。低濃度オゾン発生器を設置しております。こちらね、チャタさんもご購入。私のお家にも、あのリビングと寝室と両方にこれ同じものをつけてます。はい。これすごくいいんですよ。森林の香りがして。香り、はい、こちらあの会場内にも、そして受付、そして舞台袖にも設置させていただきますのでご安心ください。それとゆうゆうモデルの店舗の奥の方にございますが、紫外線消毒器も設置しております。こちらは受付の方に設置する予定です。そして定期的な換気も心がけております。はい、ご来店のお客様へアルコールのハンドジェルをプレゼントしております。こちらですね。はい、ポケクリーンですね。はい、これを中に入ってます。こちら。ちょっとさんね、10回ご出演されてるので、はい、10個はもう溜まってるという、はい、ことになりますね。何もないです。結構ね、評判いいみたいですね。これはね、確かに、はい、いただいたらあげてるんです。あ、なるほどね。私大きいの使ってるので。はい、わかりました。ゆうゆうモデルって入ってる。はい、ね、やっぱちょっとあのまだ不安な時期なので、そうですね、そういったものがあると便利ですよね。はい、皆様のご来店心よりお待ちしております。それではゆうゆうモデルからのお知らせです。ゆうゆうモデルでは年に数回歌謡祭を開催しております。第1回ゆうゆうライブコンサート9月3日のがとても好評だったため、第2回を開催することとなりました。第2回ゆうゆうライブコンサート11月26日木曜日、こちら練馬文化センターショーホールにて開催いたします。昼の部のゲストはサザンクロス入山明子と歌仲間、夜の部は桂隆二と歌仲間です。ライブ配信のスタッフは前回と同じメンバーのジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフでチームを結成しております。ゆうゆうモデル史上最高のコンサートを
会場のお客様はもちろん、ライブ配信をすることにより素敵なステージをインターネットで全国リアルタイム生放送でお楽しみいただけます。さあ、ゆうゆうライブコンサート、こちらですね、会場のチケット昼の部夜の部各5,000円、お家でコンサートは昼の部夜の部各3,000円です。こちらは有料配信になりますので、ツイキャスからチケットを購入していただきます。購入方法のチラシもゆうゆうモデルで新しく出来上がりますので、ご必要な方はゆうゆうモデルまでお電話ください。そしてこちらのツイキャスの方を11月25日木曜日までにライブ配信チケットをご購入の方には、応援している歌手の方のサイン入り手刺繍ポーチをプレゼントしております。こちらはツイキャスで購入されましたら、メッセージで私がお名前、住所、電話番号、そして応援している歌手の方のお名前をお聞きいたしますので、こちらメッセージを返していただいて応募になります。で、そしてツイキャスのメッセージがわからない方は、ゆうゆうモデルへお電話ください。よろしくお願いいたします。はい、チャタさん、あっという間のお時間になりましたが。そうですね、早いですね。はい、早いですね。いかがですか、10回目の10回ライブ配信は。っていうか、もうなんか、ゆうゆうさんでするのは、自分のお家で喋ってるみたいな感じですね。やっぱじゃあステージのライブ配信とは全然違いますか？そう、ステージはステージで、うん、配信してること忘れるんですね。あともう一つ私聞きたかったのが、はい、ステージ上でライブ配信されてた時に、はい、いつもと違う感じになる時がきっとメッセージが読まれる時だと思うんですね。コメント来た時の、はい、ああいう時はなんかやっぱ違う感覚になるんですか？いつものステージじゃないみたいな。ちょうど私、チャタさん、コメントが届いてますって言った時に、上に見なかったから、ケープを脱いでる、はい、あ、そうですね、だったんで、最中だったの、脱ぎながらの答えだったので、うん、次の歌が始まる前に脱がなきゃっていうのがあったんで、うん、あんまりそれもね、柴林さんからだったので、トイレカバーだったので、トイレさんからのだからすごく逆に安心しました、うん、あ、ね、心強かったです。あ、いいですね、ライブ配信ならではの。そうですね、そうですね。すいません、私一個だけ抜かしてしまいました。次回のゆうゆうライブご案内させていただきます。一番大事な、すいません松浦さん。次回のゆうゆうライブは10月6日火曜日15時頃から、こちらゲリラ配信となります。ゲストは松浦明人さんです。よろしくお願いします。明日ですね。そうなんです、明日なんです。それではチャタさん、視聴者の皆様、そしてファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、このコロナの中、チャタも10月の29日、11月の26日、はい、ゆうゆうさんで頑張らせていただきます。吉祥寺来られる、来られそうな方、練馬文化センター来られそうな方、チャタに連絡ください。チケットちょっとだけ持ってます。ちょっとだけ持ってます。だからよろしくお願いします。これからもいつも笑顔で頑張れるように心がけていきたいと思ってます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。本日のゲストはチャタさんでした。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。11回目があるといいね。